皆さんこんにちは、現代のもののけ姫ことまこです。今日は車椅子で飛行機に乗る方法を徹底解説していきたいと思います。私は1年間で飛行機に乗る回数がめちゃくちゃ多くてですね、今ではアナのステータスがプラチナまで行ってます。なので、本当にこと細かくチケットの取り方、チェックイン、そして保安検査場で、座席への乗り移りで最後降りるまでを細かく細かくお伝えしていきたいと思います。でアナだけじゃなくて LCC のやり方とかもお伝えしていければなと思うので、もう最後まで見ていただいたら、ああもうこれなら飛行機乗るの怖くない、安心だって思ってくれるようになったらいいなと思います。じゃあまずはチケットの取り方からお話ししていきたいと思います。チケットはインターネットから予約をするのですが、その時は基本的には健常者と同じ取り方になります。手帳を持っていると障害者割引を使えるのですが、実際早割の方が安かったりする場合もあるので、しっかり金額をチェックして購入しましょう。でチケットを取った後ですね、予約をした後に別で、サポートセンターの方に連絡をして、車椅子であったりそのサポートが必要なサービスを受けたいんですよっていうことを連絡します。でその電話口でですね、サポートセンター側の方からいろいろな質問がありますので、その質問に回答していく、または LCC などの場合は用紙を記入して、送らなきゃいけない場合があるので、その用紙を記入して、提出するっていうことが必要になります。これは必ず事前に行うことが必要です。 LCC などの場合は搭乗日3日前までになど、ちょっといろいろ細かな指定がある航空会社さんもあります。アナとか JAL の大手であれば前日とかでも大丈夫なんですが、そういうちょっと細かな規定がある場合もあるので、そこはしっかりと読むか、サポートセンターの方に連絡をしてちゃんと早めに対応することが大切です。で、車椅子のサイズであったり、あと歩行状況ですね、階段上り下りできるのかとか、どこまで車椅子が必要なのかということを聞かれるので、まあ、私のように全く歩けない場合は座席横までの車椅子を使用しますと伝えるなどが大切です。車椅子の折りたたみであったり、折りたたみ負荷であったり、高さ、横幅、奥行きを聞かれるんですけど、一回ずつこう毎回説明するっていうのも大変だと思うので、もし決まった航空会社さん、大体地元の航空会社これで使うのこれかなっていうのが決まってるのであれば、マイレージ登録ですね、私の空港はアナが多いのでマイレージ登録をしておくことがめちゃくちゃ楽になります。マイレージ登録の中にその私の情報を入れておくことができるので、それを入れておけば毎回その電話するっていうことはしなくても大丈夫です。座席なんですが、私のおすすめとしてはプレミアムシートのすぐ後ろの席ですね。アナとかで言うと5列目とか13列目とかっていう風になるんですが、そこだと前に座席がないので足元がすごく広いです。で、乗り移りの動画は後でから説明するんですけども、優先搭乗でいろんなお客さんより一番初めに乗るので、その足元が狭いというか前に座席がある普通の席のタイプの通路側に座ったとしたら、窓側または真ん中の席にお客さんが来た時にまたいで行かなきゃいけないというか、どけないので、避けることができないので、すごく通ってもらうのが不便になります。でまたはそれをしないためにいい窓側の席を取るっていう手もあるのですが、横以上でよいしょよいしょよいしょって3列分横に移動しなきゃいけないので、それも大変です。ですがその前に席がないところは足元が広いので、仮に自分が通路側にいて窓側真ん中席にお客さんがいたとしても、避けることなく普通にこう通ってもらうことができます。また窓側に行く時も、後でから異常の動画を見てもらうと分かるんですが、横以上よいしょよいしょよいしょってしなくても
行ける楽さがあるので足元が広い席をおすすめします。で、通路側か窓側か選べる場合は、まあ、さっきも言ったように一番初めに乗ります。誰よりも一番初めに乗って、そして一番最後に降ります。となると、あの通路側にいるとですね、すごい皆さんの荷物とか今であれば上着とかがぶつかるんですよね。だからもうこういう状態になりながら乗っている、それを全員分、ほぼ全員分前の席であれば体感しなきゃいけないので、ちょっと嫌なんですよ。ちょっとちっちゃなストレスがたまるので、やっぱり窓側の方がもうゆったり、もう誰にもぶつかることなくこう入れるっていうので、基本的には窓側がプレミアムクラスの後ろの窓側が私はおすすめです。ちなみにその5列目の席っていうのが、ネットで見た時にちょっとバッテンになってる割合っていうのが高い時もあります。でそれって満席で取れないんじゃなくて、あえてネットからは取れないようにしてるパターンもあるんですよ。なのでそこはちょっと電話で確認しなきゃいけないっていうのがあるので、注意してください。でチェックイン、当日のチェックインですが、大きい空港であればこのように車椅子用のチェックインカウンターがあります。まあ、ない場合でも普通のチェックインカウンターの並びに少しテーブルが低いいい場所があったりしますし、まあ、LCC などの場合は基本的にはみんな同じ場所で、チェックインするっていうことがあるので、で機内用車椅子に乗り移るタイミングっていうのがとてもポイントになってくるんですが、このチェックインカウンターで乗り移るか、あと本当に飛行機に乗る直前に乗り移るかっていうのを選ぶことができます。ただ私は基本的に空港に行く時間って結構ギリギリなんですよね。もう1時間あるかないかくらいで行くので、もう乗り移って搭乗口に行ってちょっと10分くらい待ったらもう飛行機に乗るっていう感じなので、だからわざわざ自分でこう動いていろんなことしなくてもいい環境を整えてすぐ乗り移るっていうことをしてますし、買い物がもしある場合はチェックインする前の段階でね、空港内で買い物しておけばいいんじゃないかなというふうに個人的に思います。機内用車椅子じゃなく自分の車椅子のまま機内の近くまで行くっていう面倒くささの一つが保安検査場なんですよね。保安検査場自分一人でじゃあ自分で焦げるから行ってってなると、もうめちゃくちゃ金属探知機というかゲートでセンサー鳴りまくります。で車椅子はすごく細かくチェックされるっていうのがあるので、私は個人的にそれが面倒くさいからやらないっていうのもあるのと、もしチェックインカウンターで乗り移った場合、最後到着出口こう荷物がこう皆さん回ってくるとかあると思うんですけど、そこでの返却になります。機体の横を規則というんですが、規則で、車椅子を乗り換えた場合は降りた時も規則で乗り換えるってい ことになるので、そこの面倒くささというか、なんかやっぱりゆっくり乗り換えられるのはその荷物が回ってるところなので、私はそっちでいいかなっていうので、そうしてます。選べるのでぜひそこは選んでください。であと車椅子のクッションについてですが、まあ、私は基本的に持ち込みはしてません。一番初めの方、初めて飛行機乗るときはやっぱり褥瘡とかが心配でクッション持ち込んでたんですが、だいたい国内で乗ってる時間って1時間、まあ、長くて2時間なので、それくらいだと、まあ、飛行機のシートも硬いわけじゃないので私のお尻は褥瘡にならないし、これちょっと自分でこうなんとなく除圧していれば、その赤くなったことは一度もありません。でクッションをシートに敷いてその上に乗るとめちゃくちゃ座りにくいんですよ。こうクッションの方が小さくてなんかすごい段々になってるっていうか、だからすごいバランスが取りづらくて乗りにくくて私は嫌でした。だからそれもあってクッションを使って乗るっていうことはやめました。でなおかつロホクッションとか使ってる方はもうあれは空気なので破れる可能性っていうのもめちゃくちゃあります。そこは自分のお尻さんと
星井さんと相談してだと思うんですけど、まあ、私は基本的にはクッションの持ち込みはしてません。さすがにでも海外行く時とかの長時間乗る時は持っていきますが、国内線であれば基本的には使ってなくて、車椅子と一緒に預けているっていう感じですね。私は折りたたみではなくて固定車 で車椅子の下にアンダーバッグ、結構よくいろいろ紹介してるアンダーバッグをつけて、その中に荷物も入れてます。でその荷物は車椅子からこうわざわざ外すことなくそのまま預けることができます。でただネットの場合はボファンボファンになっちゃうので、ネットの中のものを全部持って、まあ、別のバッグに入れて預けるか機内に持っていかなきゃいけないっていう、そのちょっと大変さはあるので、飛行機に乗るときはね、しっかりその自分の車椅子の周りをきれいにしておく、荷物、余計な荷物は持っていかないっていうことが大切だと思います。でまた車椅子は預け荷物1位には入りません。 LCC とかは結構預け荷物の制限1人何個までってあると思うんですけど、その預け荷物1位には入らないので、そこは安心してください。まあ、だからこそアンダーバッグがついてるとなんかちょっと荷物こまごましたもの入れれるから楽っていうのはありますね。機内用の車椅子も、各航空会社さんで結構使ってるのがいろいろありまして、これ今回乗る FDA さんのここで使ってる機内用の車椅子で、こっちは結構 JAL さんが多いですね。最近はアナさんとかにもいますけど、結構私は JAL さんがこの機内用の車椅子のイメージかなっていう感じです。じゃあ乗り移り方は、まあ、それぞれ皆さん得意な乗り移り方があると思うんですけど、私は横が上がる場合のタイプの時は横を上げてもらって乗り移りるっていうことが多いです。 JAL のタイプも ANA のタイプも肘掛けを取ることはできるんですが、ちょっと私はそれも時間かかるからめんどくさいなって思って、こんな感じで車椅子を機内用の前の車椅子に直角につけて乗り移るようにしています。また乗り移るのが大変な方はグランドスタッフさんの方にちょっとサポートしていただけますかというと持ち上げてくれたりもします。こっちタイプもそうだし、こっちタイプもそうなんですけど、このタイヤが小さくて、私たちが普段乗ってるような車椅子みたいにこう自分で漕げるタイプではないので、あとはスタッフさんの方から基本的には押してもらって移動するっていう感じです。アナさんが使っている機内用車椅子はこんな風に自分で漕げるタイプが多いです。しかしパラリンピックの影響で JAL タイプの車椅子をアナさんも増やしたので、そういう時は自分がどのタイプがいいかっていうのを伝えて準備してもらうことができるので、皆さんが好きな方の車椅子を乗りましょう。で次、保安検査場ですが、機内用車椅子に乗った状態でもし保安検査場を通過する場合は、大体が今のANAとか JAL の車椅子は樹脂とか、まあ、木でできてたりするので、車椅子自体のピピピピピっていうセンサーは鳴りません。なのでもし鳴った場合は自分の身の周りに、何か金属のものが反応したと思ってください。自分の車椅子で行った場合はもうガチガチに反応するので、出た時に、身体検査とか車椅子チェックっていうのも受けます。まあ、そうじゃなくても保安検査場ってこう空港全部統一されてるわけじゃなくて、そこそこで違う対応されたりするんですが、ピピピって鳴らなかった後でも身体チェックを受ける可能性があります。その時はまあ女性であれば女性の方からこうちょっとボディチェック触られたり、男性だったら男性の人がこう触られたりします。でまたブーツ、まあ、今普通に保安検査場の中でくるぶしより高い靴を履いていた場合は、今って靴を検査にかけなきゃいけないので脱がないといけないんですよね。まあおしゃれしたい、私もこうブーツ履いて今この秋とか冬とかブーツ履きたいし、ハイカットとか履きたくて行った場合は、その脱いで渡してまた車椅子上で脱いでっていう行為、履いてっていう行為をしなきゃいけないので、そこは面倒くさいです。それが
その一瞬が嫌な人は、あやっぱり飛行機に乗るタイミングの旅行の時はこうブーツとかあまりこうハイカットのくるぶしが隠れるようなスニーカーを履くことは、まあ、注意した方がいいですし、であとレッグバッグですね、飛行機に乗る時に、トイレが不安だっていうのでレッグバッグを太ももにつけてたりします。で身体検査を受ける時にこう触られたりするのでうんって思われないように私は事前に、本検査の方にここに、おしっこ溜めるバッグがついてますっていうのを言った上で身体検査を受けたりします。海外の時はね、それがね、どうやって英語で言っていいか分かんなくて、このものは何だみたいな、これは何なんだってすごい言われたけど、難しい、なんて言うんだろうって、こう女の人だったからこうこっからこうってこうパンツちょっとチロって見して、管がつながってるんだよみたいな、これおしっこだからみたいな感じをアピールした記憶もあります。で次、優先搭乗ですね。出発時刻が3時だとしたら、優先搭乗の時刻ってだいたい2時半過ぎくらい、2時35分くらい、まあそんくらいから始まってくるので、その時間に私たちが一番初めに乗ります。なので他の方々より早く行かなきゃいけないっていうのがありますね。車椅子を規則で乗り移るっていう場合はここで乗り移ります。また JAL や ANA の肘掛けが外れる車椅子の場合はここで肘掛けを外すことが多いですが、機内に入るときに段差をスロープで越える際少し揺れるので体感が心配な方は機内に入ってから肘掛けを取ってもらうようにお願いするといいです。前に座席がないタイプの座席に座る場合はこの席は通路側の肘掛けが上がらないのでこんな風に直角に入れてもらって乗り移ります。こういう風な乗り方をするとやはりどうしても周りのお客様がいた場合はどいてもらわないといけないので、やっぱり優先搭乗の時間にちゃんと乗るということが大切です。座席から車椅子に乗るときも同じように直角に入れてもらいます。車椅子を直角に入れるときにはこういった動きをしなきゃいけないんですが、ある程度の機体のサイズであれば基本的にはこの動ける幅はあると思います。2番目以降の座席に乗り移る際ですが、このように座席に対して平行に車椅子を置いて、あとは肘置きを上げてもらって乗り移ります。窓側に席を取った場合はこんな風に横移動で窓側に移ります。3列シートの場合は2回こう行かなきゃいけないのでちょっと大変です。で降りるときはまた同じようにずりずりと横移動をして乗り移ります。降りる時も同じように機内で肘掛けをつけてもらうパターンと、機内から降りた時に肘掛けをつけてもらうパターンがあるので、体感に不安がある方は機内で肘掛けをつけてもらって降りるようにしてもらえばいいと思います。また規則で車椅子を乗り換えた方はここで自分の車椅子に乗り換えます。ターミナルに直接飛行機をつけれなかった場合はこんな風に専用の車が来て荷台に乗ってターミナルまで運んでくれます。またプロペラ機などの場合や階段、タラップがある場合なども昇降機を準備してくれるので心配なく降りることができます。下がります。動いた。自分の車椅子に乗り移る場合も自分の好きな乗り移り方でいいと思いますが、機内用の車椅子が結構動いてしまうのでしっかり押さえていただいて乗り移る。で、ANA とか JAL の場合はまた同じように車椅子に対して直角に機内用車椅子をつけて乗り移るか、
肘掛けを外してもらって乗り移るかという感じになります。車椅子の背もたれなどにタグがついてる場合があるので忘れずにしっかり取っていきましょう、はい、こんな感じでチケットの取り方から空港内での行動の仕方で最後飛行機を降りるまでの説明をさせていただきました。もうグランドスタッフさんめちゃくちゃ優しいし何でもしてくれるし助けてくれるし、だからなんかこう一人で行動してても不安っていうのが全くないですね。なので皆さんぜひグランドスタッフさんとの時間もすごく楽しんで飛行機を怖がらずに乗っていただけたらなと思います。また何かこういうこと気になるなっていうことがあればコメント欄に書いていただいて、私もあなるほどここも気づけてなかったなっていう風に勉強させていただければと思います。この動画がね、スタッフさん、グランド空港職員の方々も見ていただいて、空港職員も全てはやっぱり分かってるわけじゃないし、やっぱり一瞬の時間でなんかお話しするっていうしかもやっぱなかなかないそうなので、ぜひ知っていただいて、こっち側サイドのね、なんかお話も、ああ、なるほどなって思っていただいて、仕事に、上から目線っぽくなっちゃうけど、仕事に活かしていただけたら嬉しいです。はい。ということで、この動画が良かったなと思っていただけたのであれば、ぜひ、いいねボタンと、あとはチャンネル登録をよろしくお願いします。では、本日も最後までご視聴ありがとうございました。